イングランド王国、イングランド王国、イングランド王国、英語、キングダム・オブ・イングランドは、927年のアングロイコール・サクソン・7王国の一つ、ウェセックス王国の王アゼルスタンのイングランド全土統一から、1707年のスコットランド王国との合同まで存在した国家。ウェセックス王、エグバートの825年のイングランド統一から、最初のイングランド王と言われることが多いが、 実際の称号は、ブレトワルダ、ハオであった。スコットランド王であったスチュアート朝のジェームズ一世が1603年に王位を兼ねて以来、スコットランドとは、同君連合の関係にあったが、アンの時代の1707年の合同法により、スコットランド王国と合同して、グレートブリテン王国となった。ウェセックス王国がイングランドの派を握り、 アゼルスタンが927年にイングランド全土を統一して成立した。デンマークのバイキングであるデーン人の侵入が活発で、1016年にエドマンド2世はデンマーク王国のクヌートと奮戦したが、エセックスので決定的な敗北を起死した。戦いの後に両王は和平交渉をし、エドマンドがウェセックスを、クヌートはテムズ川の北を領有することになった。 この時同時に、どちらかが死んだ時は生きている方に領土を譲るという、同意によ。1016年に、クヌートがイングランド王に即位し、征服王朝であるデイエン朝、北海帝国が成立した。1042年に、クヌートの息子カヌート三世が死去すると、エドマンド二世の異母帝、エドワード・ザン・エオンが即位して、サクソン系の王朝が復活したが、 最後のサクソン系のオーハロルド2世が1066年にヘーステングズの戦いでノルマンディー校ギヨーム2世に敗れて戦死した。ギヨーム2世はウィリアム1世として即位しノルマン朝が成立した。ヘンリー1世は娘のマティルダを後継者に指名したが1135年に老いのスティーブーがロンドン市民と自らの弟ウィンチェスター司教ヘンリーに カンタベリー大司教を説得させ、彼らの衰退を受けて、イングランド王に即位した。その後、マティルダとの間で長く内戦が続いた、無政府時代。最終的に、スティーブンの終身を王位の承認と引き換えに、マティルダの息子の安優ア安リを養子に迎え、王位継承者とすることで、両者は和解した。協定の通り、1154年にアンリがヘンリー2世として、 イングランド王位を継承し、プランタージネット長が成立した。ヘンリー2世は、フランス王国の国王ルイ7世と対立しながら、ノルマンディ皇位や安住白領を受け継ぎ、ルイ7世の王妃であったアリエノール・ダキテーヌと結婚して、彼女の相続地であるアキーヌ皇領を支配下に入れた。しかし、ジョンの時に、大陸領土を創出し、アキテーヌの中心地であるガスコーニュのみが残った。 アキテーヌはもともと諸侯の力が強く、彼らは強力なフランス王より弱体化した、イングランド王の支配を好んだためとされる。エドワード一世は1276年以後、ウェールズ公国に侵攻し、1282年には、ウェールズ大コールワリンを滅ぼし、ウェールズ全域を征服した。そして1301年には、王太子、エドワード、後のエドワード二世を、 新しいウェールズ大公、プリンス・オブ・ウェールズに封じた。以後、この称号は、イングランド王大使に与えられるようになった。このようにして、ウェールズは、イングランド王国の一部となった。エドワード三世は、1328年に、カペー朝の断絶を受けて、フランス王に即位したバルワ朝のフィリップ六世に、対して、自身のフランス王位継承権を主張した。フィリップ世は、 スコットランド王国と交往して、1337年にアキテーヌ領没衆を宣言し、ガス購入に軍を進めたため、エドワード三世はフランスに宣戦線復刻した。これにより百年戦争が開始された。1346年、ノルマンディから上陸したイングランド軍は、エドワード黒大使の活躍もあり、クレシーの戦いでフランス軍に対象した。また、 1356年には、ポワティへの戦いでもフランス軍に勝利した。1360年には、両国の和議が成立し、エドワード三世は、フランス王位継承権を放棄する代わりに、ガスコーニュ、アキテーヌ、カレー、ポワトゥー、ディーヌなどの広大な領土を獲得した。その後、シャルル五世の巻き返し、ペストの流行による国内の疲弊もあって、カレー、ボルドー、 バイオンヌを除いたフランス領土を失い、1375年のブルージュ・ブルヘの和議によって、イグランド・フランスの戦争は一旦終結した。1376年に黒大使が、1377年にエドワード三世が亡くなった後は、孫のリチャード二世が即位したが、リチャード二世はアイルランド遠征から、帰還途中、ウェールズとの国境でクーデターを起こした重帝のヘンリー。 ボリングブルックに敗れて逮捕され、ボリングブルックがヘンリー4世として、イングランド王に即位し、ランカスター朝が成立した。1414 14年、ヘンリー5世は、フランス国王シャルル6世に対して、イングランドで反乱を起こした、オアイングリンドゥール、オーエングレンダワーに援助していたことへの賠償及び、フランスの派閥のブルゴーニュ派、アルマニャック派のそれぞれに支援を与えていたことへの、 大償という理由で、領土割動と、フランス王位を要求した。これを拒否したフランスに対し、ヘンリー5世はブルゴーニュ派と組んで、長期休戦状態にあった100年戦争を再開し、フランス遠征を行った。1415年に、ヘンリー5世は、アジャンクールの戦いで大勝し、フランス軍主力を壊滅させた。1420年には、ヘンリー五世とシャルル六世の娘キャサリン、 カトリーヌと結婚、両国王の間で、トロワ条約が結ばれ、シャルル六世の死後に、ヘンリー五世がその後継者になるとされた。1422年に、ヘンリー五世の子ヘンリー六世が、イングランド王位と、フランス王位を継いだ。イングランドはブルゴーニュ派と、再び提携して、1428年には、アルマニアック派の拠点であったオルレアンを囲いした、オルレアン包囲戦。 ここを落とせば、フランス南部へ一気に進攻できるはずであったが、ジャンヌ・ダルクラの反撃で、オルレアンの方位を解いて撤退せざるを得なくなった。1435年のアラスの和約でシャルル七世と、ブルゴーニュ派との和解成立後、シャルル七世率いるフランス軍は、着実に勢力を伸ばし、1449年には、ルーアンを奪われ、1450年には、フォルミニーの戦いで、 イングランド軍は敗れてノルマンディを奪われた。1453年、カスティオンの戦いの敗北で大陸におけるイングランドの拠点はカレーを残すのみとなり、百年戦争に終止符が打たれ、ヘンリー6世はフランス王位を失った。百年戦争の敗北後、イングランド国内はヘンリー6世主事のランカスター派とヨーク公、リチャード主事のヨーク派に分かれて、 対立を深め、戦闘ルバーンズの戦いで、両派間に火蓋切られ、バラ戦争が始まった。以後30年間、内戦がイングランド国内で繰り広げられる。1459年のブロアヒースの戦いに勝利し、王位を目前にした、ヨーク公リチャードは、1460年のウェイクフィールドの戦いで戦死した。ヨーク公、リチャードの着難エドワードは、 セント・オールバーンズの戦いで勝利し、ヘンリー6世を退位させて、国王エドワード4世となり、ヨーク朝を成立させた。しかし、1470年にエドワード4世は、側近のウォリック博、リチャード・ネビルと対立、追放され、ヘンリー6世が復位した。エドワード4世は1471年に、反撃して、バーネットの戦いで、ネビルを討ち、り、 キュークスベリーの戦いでランカスター派に勝利して福井市、王位は息子エドワード5世が継承したが、議会はエドワード5世の王位継承の無効を議決し、エドワード5世の叔父のグロスター校リチャードが推挙された。グロスター校はリチャード3世としてイングランド王に即位した。ランカスター派のリッチモンド白ヘンリーチューバーは1485年にボズワーズの戦いで、 リチャード三世を撃破し、ヘンリー七世として即位し、チューダー朝が成立した。ヘンリー七世は1486年にエドワード四世の娘で、エドワード五世の姉エリザベスと結婚し、ヨーク派の取り込みを進めたが、まだその支配は完全ではなく、ランバート・シムネルが国王エドワード六世を称し、リチャード三世の支持者が味方して、大位獲得の軍を起こす。しかしシムネルは、 ストークフィールドの戦いで敗れ、捕らえられた。こうしてバラ戦争が終結した。ヘンリー7世は100年戦争、バラ戦争で疲弊した諸行を抑圧して、絶対王政を推進し、海外進出にも積極的で、その政策はヘンリーパス世、エドワード6世、メアリー1世、エリザベス1世に受け継がれた。チューダー朝の時代にイングランド国教会が成立した。 1541年、ヘンリー・パッセイは、形式的には、アイルランド議会の決議に基づき、それまでの称号であった、アイルランド教に変えて、アイルランド王を自称し、ヘンリー・パッセイ以後は、歴代のイングランド王が、アイランド王の称号を兼ねることとなった。アイルランドは以後、イングランドからの入植と支配の強化が進んでいった。 エリザベス一世の死により、ヘンリー八世の血筋が絶えたため、ヘンリー七世のチェオヒックスコットランド王ジェームズ六世が、ジェームズ一世として、イングランド王に迎えられ、イングランドにおけるスチュアート朝を創始し、イングランド王国とスコットランド王国は、同君連合となった。ジェームズ一世の後を継いだ、チャールズ一世は、国境界をスコットランドにも導入しようと試みた。この試みは、 長老派の勢力が強かったスコットランドにおいて大反発を受けて大反乱となった。1640年、スコットランドの反乱鎮圧のための戦費を得る目的で11年ぶりに議会を召集したが議会は国王批判の場となった短期議会、長期議会。1642年、チャールズ一世は反国王派の5人の議員を逮捕しようとして失敗、議会派と 王党派の内戦が勃発した、イングランド内戦、新京都革命。内戦は当初は互角、あるいは王党派が優位であったが、オリバー・クロムウェル率いる敵機隊の活躍で、王党派が各地で打ち破られ、1649年に、チャールズ一世は公開処刑で斬首され、イングランドコモンウェルスとなった。この体制は、次第に、クロムウェルによる軍事独裁政権という状態になり、 クロムウェルは1653年に議会を解散させて終身後国境となった。しかし1658年にクロムウェルが死去すると後を継いだ息子のリチャード・クロムウェルは間もなく引退し、後国強制は短い歴史に幕を下ろした。長老派が1660年にチャールズ2世を国王に迎えて王政が復古した。チャールズ2世の死後、 弟のヨーク公ジェームズが、ジェームズ二世として即位したが、1688年の名誉革命で亡命し、議会は、メアリー二世とオラニエ公、ウィレム、ウィリアム三世夫妻を共同国王に指名した。ウィリアム三世は1694年、アイルランド王国を実行支配下に置き、属国とした。ウィリアム三世が1702年に没すると、アンが即位した。 アンは、最後のイングランド王国、スコットランド王国の君主であり、スチュアート朝最後の君主でもある。1707年に、イングランド王国とスコットランド王国の合同法が、成立し、ジェームズ・ウィッセイ、以来100年余りにわたって、同訓連合を結んできた両国は、正式に統合されて、グレートブリテン王国になった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。